おはようございます。ただいま紹介に預かりました大分県文化課の三重野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日、一応講義をさせていただくということで、先ほど紹介ありましたように、一応専門の方は大友市の方の研究を、大学の時からずっと、もうかれこれ20年ぐらい、30年近くになるんですか、今年50なんで30年近くになると思うんですけれども、やらせていただいております。途中10年間ほど教員やってたんで、あまり研究というのはやってないんですけど、代わりに、その頃どうすれば皆さんに分かっていただけるかなと、話し方、授業の方の勉強をさせてもらいました。で、今日は改めまして、室町時代の大友氏がどのように力をつけていったか、どのような動きをしたかということを中心に、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。で、その中で、今日皆さんにまず分かっておいてもらいたいことというのがありまして、言葉で端々に出てくると思うんですけど、前半の方です。その単独相続という言葉があります。これが、いろんな一つの大きな要因というか、いろんな、これ今日話する内容のいろんな原因に、やはりこの単独相続という言葉が、キーワードとしてかかってきます。で、もう一つは両党鉄立と言います。鉄立と言います。この両党鉄立という言葉、これについて皆さんが分かっていただければ、前半の方はですね、それについて分かっていただければいいかなというふうに思っております。で、早速ではお手持ち、お渡ししました資料に基づいて、お話をさせていただきます。で、初めにというふうに書いて、ちょっと大きな、概論みたいな話なんですけれども、細かいその大友氏の動きを、理解してもらうためには、大きな当時の、社会の動きというのを、一応押さえておきたいと思ってます。で、それで皆さんよく聞いてあると思います。守護という言葉と、守護大名という言葉があります。じゃあ、これ何がどう違うのかということを先にご説明をさせていただければと思うんですけど、守護というのは基本的に、これは鎌倉時代に使う言葉です。鎌倉時代はこれ守護と言います。守護と。で、この守護の仕事って何だろうかと。で、守護の仕事の、大きなものは、これ、大本三箇条ということがあります。大本三箇条と言います。で、これ三つのことを守護をやりなさいというのが、鎌倉幕府の将軍から決められていることなんです。で、この三つのことって何であろうというと、一つは、これ、大番役と、通称言います。大番役っていうのはこれ何かというと、これは、基本的に、要人の警護なんですね。要人の警護、つまり SP みたいなもんで、じゃあこの時の要人って誰だと、この時の要人って重要な人物って誰だと、2人です。1人は将軍、源頼朝以下の鎌倉幕府の将軍で、もう1人は当然のように天皇です。で、天皇の警護をするのを京都大番役と言います。で、将軍の警護を行うのは鎌倉番役と言います。で、これを守護をやるんじゃなくて、守護がこれを自分が持っている、支配している地域の武士たちに命じるんです。来月はお前とお前とお前が京都に行って警護しなさいと。その次は今度お前とお前とお前が順番で行きなさいというふうにその命令を出すのが守護です。大番役の催促と、細かく言うとそういう言い方をします。で、もう一つは、あと二つは何かというと、一つは、国内で反乱を起こす謀反人、そしてもう一つは、国内で自分が持っているところで人を殺す殺害人の処分なんです。処分です。で、これで見て考えていただきたいのは、じゃあこの要人の警護をやったり、悪い人を捕まえたり逮捕したり処分する、こういった権限というのは、今でいう誰の権限かと。そう、警察ですね。現在でいうところのこの鎌倉時代というのは、守護は何かというと、これは今の大分の言った県警本部長の役割と考えていただいて結構だと。いわゆる県警本部長。じゃあそれ以外の仕事何やってるのかと。皆さん思うと、その武士の世界になったら守護が全部やるかと。違うんですね。それ以外の仕事は従来の朝廷、いわゆる天皇のもとにある国司というのがずっといます。
これ室町時代もいます。で、国司というのが今の知事のような仕事、いわゆる税金をやったり行政一般を担うということをやってて、そのように区分ができてた。で、ところがだんだん戦国というか、その戦国に至る前、ここからあと戦いの時代に入っていくんですけれども、室町時代になってくるともっともっと武士の力が強くなってくると。そうなるとここで登場してくるのは守護というよりも、やがて守護大名と呼ばれる人たちになっていくんです。じゃあこの時の守護大名に至っては、これプラスなんですね。これプラス何が与えられてくるかというと、基本的に、まあ簡単に言うと施設巡業という言葉、これちょっと難しいですけどね、施設巡業と、施設巡業と、これはいろんな判決とか命令が出た時の執行権です。命令が出た時の執行を司るんです。こういった命令が出ました、これは裁判だけじゃなくて行政命令とか出たら、行政命令が出たら、あんたこれしなさい、あれしなさいという執行を行うんです。国からの命令が来て、それをちゃんと執行していく、朝廷や幕府から出た命令をちゃんと地域において実行していく人たち、まさにだんだんと、まあ、今でいう公務員、県の知事の権限みたいなのがだんだん入ってくる。で、最高に力をつけてくるのはこの後ですね。これ後出てくるのが、税を徴収する権利、藩税令と言います。戦いが起きた時に、戦いするためにはお金がいります。そのお金どこから捻出すればいいのかというと、国の中から取れる税金の半分を徴収しなさいと。戦いに使っていいですよということの藩税令というのが出てきます。税を徴収する権利、徴税権です。これは現在でいう税金を徴収する徴税の役割も担います。で、税を徴収するだけじゃなくて、自分がお金がないときにこれに税をかけたいという課税をする力、徴税、課税をしてそこから上がった税を手に入れることができるということは、非常に経済的にも潤ってきます。で、この課税をする権利を最終的に一国平均役という形で司ります。これは課税です。課税、税を、取り立てる、これを税を取り立てる手に立つ、この税を、これに税金かけますよって税を課税する権利まで手に入れていく。で、最後は結所地処分権というんですけど、もう一つはもう簡単にいくと土地の給与権。現在は給料をこれもらいますけど、そうじゃなくて昔は土地です。財産の一番大きいものっていうのは土地になります。だから土地を渡すと、土地をお前に譲ると、土地を、この土地をあんたにあげますよと。この土地の給与っていうのは鎌倉時代はこれは完全に将軍の権利です。将軍や幕府しか出しちゃいけない。やがてそれがだんだんと守護大名となっていく形で、土地の給与権まで手に入れていく。自分がこの土地はお前のもんだ、この土地はお前のもんだって命令を出すことができるようになる。となると誰に従ってくるかというと、ここの力が絶対的に大きくなっていく。これが今日お話しする室町時代の大きなシステムと、そういった流れなんですね。で、そのように守護と守護大名はどう違うかと分かっていただければ、いわゆる県警本部長的な役割からやがて、まあ、知事や裁判所の長官、そういったものの権限を全て手に入れていく、自分の命令一つで何でも行っていけるようになっていく、自分の支配している地域に関して、そのような力を手に入れていくのが今日の話の内容です。で、もう一つはその室町幕府は、まあ、どんな幕府ということを書いてます。で、室町幕府ってどんな幕府かというと、皆さん想像するのは、その今例えば大河ドラマで、まあ出てます、黒田官兵衛とやってます。ご覧になっている方いますか？まあ、黒田官兵衛がやっているその今の時代、ちょうど今出てきている時代がまさにその戦国時代、やがてこの別府を中心とした石垣原の戦いが戦国時代のから江戸時代に入る手前、最後1600年の時に行われますけれども、この段階に至る、まあ、直前の話です。もう完全に幕府の形態が終わっている。だから今出てきますが、室町の将軍が、将軍がって言って毛利のところに囲われてますけど、もう織田信長によって追放された後の社会になるんですけど、じゃあ室町の将軍というのはどんな人なのかと。室町の将軍というのは基本的に、まあ、足利尊氏、それから足利義昭で、特に皆さん有名なのは足利義満ですね。金閣を作った足利義満、彼の頃は一番力ありました。
足利義満の時には命令すれば大軍を動かせるとか、そのような力を持っていた。だんだんとところが室町幕府の中も将軍をめぐる争いとかいろんな権限が起こる。で、決定的に違うのは室町幕府の中で将軍が持っていたこの土地の給与権や一国平均薬の課税権、そこら辺がだんだん守護に手に渡っていくことによって、もう将軍の話はいらねえんじゃないかと、将軍はまあいいんじゃないかなと、まあ飾りでいいんじゃないかなという意識がだんだんと変化が訪れてきます。で、そのことによって最初から室町幕府っていうのは足利尊氏から足利義満に至るまでは源頼朝の時のようなカリスマ性っていうのはあまりないんですね。だからまあ源頼朝っていうのはなぜそういうかって、みんな源頼朝の血が流れてるから幕府開けるんだという考え方があるわけです。足利尊氏はもともとは源の一族だと。で、江戸幕府を開いた徳川家康は何の関係もないけれども系図っていうのを作り変えて源の一族が私ですと、だから源の家康と最後名乗ってしまいます。で、源じゃないと将軍になれないというような考え方が昔からある。で、だからそのような中で足利も名乗るんですけれども、やっぱカリスマ性という面では頼朝には劣る。そうした中でだんだんと求心力を失っていく中で、当初から源頼朝に仕えたくてみんな武士っていうのは御家人という名前になる。頼朝の家臣だから御御というのがついて御家人というんです。ところが足利の家臣を御家人というか、それ言い方違います、言わないんです。足利の将軍に仕える直属集団というのは奉公衆という集団がいるんですけど、まあ、せいぜい全国で、そうですね、2000人程度とる。それが室町幕府の親衛部隊の軍事力なんです。源頼朝の時代は全国の御家人何万騎っていうのが全員が頼朝の家臣なんです。そういったシステムの違いがある。で、だからじゃあ室町幕府はどうなってるのかというと、有力なこの守護大名のが支え合ってるんです。要するに、鎌倉時代は将軍がいて、まあこれ真ん中でこう分けるとすると、鎌倉時代は将軍のもとに守護、そして皆さん聞いたことあるの地頭というのがいました。で、これみんな頼朝の家臣なんです。御家人と言われる御家人と呼ばれる頼朝の直属の集団です。ところが室町時代は将軍のもとにいるのはこれ守護大名と名乗る人たち、これが全国にバッと存在して、彼らが一応将軍を盛り上げてあげますよと。将軍を、まあ、あなたは足利だから名門だから、あなたが将軍で将軍を盛り上げますよというシステムで、この中に守護大名のもとに、この後ちょっといろいろ出てきますけど、いわゆる守護大名というのは簡単にいくと国です。国というのは今でいう都道府県レベル、逆に言うと今の市町村レベルにはじゃあその誰がいるかと、地頭がだんだん変化していった、いわゆる在地領主というのがいます。まあ、いわゆる黒田官兵衛ですね。黒田官兵衛は姫路地域を治めていた小寺家、まあ、黒田家の当主なんです。で、まあ、その上にまあ、守護大名には慣れてないんですけど、まあ、小寺っていう戦国大名がいた。で、そのもとに在地領主でいる。で、これがやがて戦国時代は彼らのことを黒人という言い方をします。黒人領主とか黒人という言い方をして、彼らが力をつけてやがて戦国大名になっていくと。まあ、代表的なもので言ったら毛利元就ここですね。そういったグループ、そういった集団が誕生する。で、そういった黒人たちの集団が逆に黒人のいろんな集団が今度守護大名を盛り上げるわけです。守護大名の命令を聞かなければこれがこの人に成り代わる。これが皆さん知っているその下克上ということですね。聞いたことあると思います。下克上というのは要するに下が上を酷するという言い方なんで、黒人レベルがこいつがつまらんと思ったらいつでも首をすげ替えて自分が大名となっていく。それが戦国時代、戦国大名という形になっていく時代。これがまあ大きな違いです。で、そういったことをまあちょっと難しい話になって申し訳ないんですけど、まあ頭の中に入れておいていただいて今日の話を進めさせていただきたいと思います。で、1番目、じゃあいよいよ大友氏の話に入っていくんですが、大友氏の、話の中でまずポイントは家督をめぐる争いです。じゃあなんで家督っていうのがそんなに重要視されてくるのか。家督が重要視される最大の要因がこれです。単独相続、
いわゆる財産を数ある子供の中で一人だけが相続できる形態が誕生していく。これいつ誕生するのかというのが、資料、レジュメ1ページ目の丸1ですね。大友貞宗の譲り状というところです。で、今日皆さんに、事前に丸岡町の方からお配りされていると思いますけど、大分の歴史年表というのがあります。で、この歴史年表の中で、今日のお話をさせていただくところはですね、これが載っているのが、1333年の時代を見てください。元寇3年とありますが、括弧商業2年、商慶2年とも言いますが、商慶2年の資料ですね、この年表、この年表の、3ページ目の年代でいくと1333、1333年の話からになります。で、ここに大友貞宗の譲り状というふうに資料の方には書きました。これ家督をですね、千代松丸氏康という人物に譲るわけです。なお系図の方は今日私の方からお配りさせていただいた資料の4ページ目一番最後に系図もつけてますんで、ちょっとぐちゃぐちゃになって申し訳ないですけど、見ていておいていただければ。今日話が出てくる人物はゴチックで太字にしてます。貞宗という人物と、まあ、持直というのが大きな話で出てきます。持直、大乗院、そして正親、親春、吉助、吉永、吉明という人物が出てきますので、後で、参考にいただければと思います。で、資料の方ですが、貞宗の譲り状と、これ長々書いてるんですけど、要するに土地を自分の子供に、自分の土地ですね、土地を子供にどうやって譲ったかと、誰に譲ったかって内容を書いてるんです。で、これ見ると線引っ張ってます。これを以前の講談でも一回出したんですけど、大友の、まあ、本拠地、なぜ大友と言ったかというのが相模の国の大友城、これ大友郷とも言うんですけど、そこが大友が一番元の土地なんで、発生の地なんですね。で、それからずっと書いてて、以下線引いてますけど、国々諸所諸領諸式等は、子息千代松丸をもって家着となし、ことごとく譲りあたうるところなりというふうに言います。つまり簡単に言うと、大友の私が家督を持っている定めである私が持っているすべての財産、土地と権利すべては諸式というのは、式というのは権利のことです。諸領というのが土地、諸式というのは権利だから、土地と権利に関してはすべて千代松丸、大友氏康を家着、つまり家督としてしますと、すべてを譲りますと。財産を分配しないわけです。子供が他に数人いたんですけどね、大友貞宗。でも子供たちに分けることなく、すべての財産を一人のものに与える。つまり単独相続はこの時代から始まっていくんです。なぜそうなるかと。財産を分ければ分けるほど財産が細分化されて、武士っていうのの基本的な元の収入というのは、持っている土地からの税収です。持っている土地っていうのは武士が全員耕すわけじゃないです。そこには農民もいます。私たちの祖先の農民って働いて、僕の祖先は多分農民でしょうけど、農民が働いてる。で、取れたお米の何パーセントかが、そこの土地の権利者に、家事知識、土地の権利として、土地代として上がっていくんです。どん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 。税収で徴税されていくんです。だから、たくさんの土地を持てば持つほど、そこから上がってくる米の量が増える。で、その米を売ることによって、銭が手に入る。で、その銭でいろんなことができるというシステムが出来上がって。で、だからそれを分配すればするほど、リーダー、家督の持っているリーダーの力が弱まってしまう。だからこれをもう一人のものに譲ってしまう。で、そう思いついたのは基本的に当時鎌倉幕府との最後の戦いがある中で、大友のこの貞宗は、鎮西短大、当時博多にあった鎌倉幕府の出張所を襲います。で、その襲う時にいよいよ覚悟を決めて、自分は一緒に討ち死にすると、長男次男も連れて行ってるんです。年取ってるから、元服してるから、年取って連れて行ってる長男次男も連れて行くから、もうこいつら討ち死にするから、その次に家に残してるお前、千代松丸っていう名前ですから、まだ子供です。5歳か6歳です。当時10歳前後で元服の式を行っていきますんで、だからまだ元服してない子供なんで、お前に全部譲るよと。で、だからもし帰ってきたら、生きて帰ってきたら、お前がなんか面倒見てやれと、まあ食わしてやれと、一代限りそいつを食わすことを何かしてあげなさいということをいろいろ細かく書いてます。で、あと線引いているところを見ると、諸子等は、家督千代松丸愛はかり、これに不知を加うべくなり。つまり弟とかみんな子供たちがいる中で、一族のものは千代松丸が何か考えてやりなさいと。これが昔の
考え方の、まあ、一つなんです。この千代松丸が武家の総領、大友家の家督を持つ総領に任命される。で、総領のもとには一族衆の諸子っていうのがいます。大友で説明すると、ここが総領、大友としたら、この諸子がいわゆる、まあ、田原であったり、大友の一族から分かれていった人です。田原とか義弘とか志賀とか、そういった一族から流れて分かれていった、血縁から分かれて養子に入って、その地域地域を治めていくようになる人たち、こういった諸子。そしてもう一つは自分の親戚集団ですね、お兄さんたち、生き残って帰ってきたお兄さんや自分よりさらに下の弟や子供たち、そういった者たちを諸子と言います。諸子等は千代松丸が何とか面倒見てやんなさいよと。でもう一つ書いてあるのが、諸子等が家督の命に、背き異議あらば不幸の共柄たるべし。だからお前ら諸子は総領である家督の命令を聞きなさいよと、これに背く者は不幸者であると、処罰の対象になりますよという話です。だから基本的にこの段階で単独相続になって、財産の配分が行われなくなると。となると単独相続つまりた結果、じゃあそれ以外の弟に生まれた、お兄さんだけど家督をもらえなかった人たちにはどうやって食っていけばいいんだと、本来俺が家督継げるのになんで俺継げないんだという不満がだんだんと溜まってくるようになるんです。で、そうした不満の中で家督をめぐる争いがだんだんと起こり始める。これが室町時代に入ってきてからの大友の大きな流れになっていきます。大友の一族内部での家督をめぐる争いというのがだんだんと明らかになっていくんですね。で、そこで次の言葉、領統設立という言葉が出てきます。じゃあこの領統設立の相続形態というのは何かと。で、簡単に言うと、今回は系図を見てください。もう資料をいろいろ出すのも系図見てもらった方がいいと思いますので、系図をご覧いただきたいんですけど、4ページ目の方の系図をご覧ください。定宗から家督が、7代の氏康に行きました。ところが、氏康は子供ができなかったんで、弟の氏時というのに後を譲ります。で、この氏時に子供が何人かいるうちの、まあ、家督を継げる子供が2人いたんです。大友氏継と大友親代というこの2人が登場します。もう次の句入りますけど、7、8、9、10代ですね。9代の氏継と言います。で、10代の親代と言います。で、この氏継から家督は誰に行くのかというと、氏継から家督が弟の親代に行ってしまいます。氏継には子供いたんです。ご覧いただいて分かるように、11代の大友親継ってなります。子供いるんだけれども、子供は大友の家督で11代って書いてます。だから、10代目に、本来であれば、単独相続になったら9代の氏継から11代の親継に行かなきゃいけないんですけど、弟の方に行ってしまう。近寄りに行った理由は何かというと、これいろいろな考え方があって、この時代というのは南北朝時代です。南北朝時代で、九州の中はいわゆる北朝足利型のグループと、南朝いわゆる後醍醐天皇の後を受けた吉野の南朝グループに分かれています。で、どっちが強かったか、全国的には室町幕府がどんどんやっていくんで見えるんでしょうけど、九州の方はほぼ、南朝が強いんですね。で、南朝の拠点がどこかというと、クスの、高昌寺。今のクスに切り株山という山があります。ハングライで言うと。あの切り株山が、クス昔は、叡山かな、比叡山系の多分寺院だと思う。高昌寺城という、高昌寺ってお寺があって、そのお寺が、いわゆる戦国時代、この南北朝時代、戦争を重ねる時代の中では、山城として利用されている。で、一方、北朝のグループは唯一どこに寄っていたかというと、高崎山です。あの高崎山が北朝の九州の拠点です。あそこぐらいに絞られていって、ほとんどはもう南朝に支配されていってしまうという時代だったんです。で、その際、大友はずっと、これ、系図見てもらうと面白いと思うんですけど、大友、氏康、氏時、氏継ぐって、氏がつきます。これ、なぜ氏がつくか分かりますか？ご存知ですか？なぜ氏がこの時代、この3代続けて氏がつくか。高氏ですね。高氏と大友っていうのは非常に密接につながります。だから、足利高氏についてるから、高氏の氏の字をもらってるんです。高氏の氏の字をもらって、この時に氏康、氏時、氏継って名乗る。で、ところが南朝の勢力があまりにも強くなってきたんで、これはいけないということで、氏継はとうとう北朝、高氏型から南朝型に寝返ります。
南朝方に寝返るにあたって大友が全員南朝に寝返ると大友一族は全部潰れてる大変だということで、南朝に宇治通が寝返った段階で室町幕府当時ちゃんと一応あります、機能してますんで室町幕府に行って、大友親代弟の方を北朝として大友の近代に守護の権利を与えてもらうんです。だからそうすることによって大友の2つが分かれたらどっちかが潰れてもどっちかが生き残れるという美談的な考えも実はあります。実はあるんですが、まあ、違うもう一つの考えがあって、大友の一存で当時やっぱ決められる状態じゃないんです。大友を支えているのは誰かと、将軍を支えているのは守護大名であって、大友を支えているのはこの黒人の集団なんです。彼らが大友に味方するかしないかによって大友の力が強くなったり下がったりする。で、これは結局この黒人が半分に割れてるんです。この時代クスの方の黒人集団は南朝につきたいと、一方大分やその国東の方の黒人集団は北朝につきたかったとなると、この黒人が誰を神輿に担ぐかという考え方がある。で、それぞれの黒人が自分たちの利権を目指して神輿として大友のこいつを神輿に担ぐ、大友のこいつを神輿に担ぐという形で担がれた神輿によって大友の家督が変わっていったという考え方もあります。この2つの考え方が存在してこの両党鉄立というのがこの後延々と続くんです。系図でご覧いただいたら分かるように、大友宇治継から大友近代でも、大友近代の後には今度近代から宇治継の子供の近継に戻します。で、近継から今度誰に行くかというと大友の、持ち直与えられる。で、持ち直から今度誰に行くかというと、大友の近綱、そして近隆で近重というふうに親戚間で家督はたらい回しになっていく。これは要するに当時のリーダーシップを黒人集団が見ながら、いやあの人じゃダメだと、それよりこっちの方を担ごうという話が存在したんではないかというふうに言われていたのが、もう亡くなられてます渡辺澄夫先生と、大分県の歴史の、有名な先生なんですけど、先生であって、まあ、そうじゃないと今も別府大学の飯沼さんなんかもそういった話もよくされています。私もそう思うんですけど、黒人たちが自分の神輿としてどっちがいいかっていうのを担ぎながら続けていく。最初は多分南北朝の頃なんでしょうけど、もう近綱とか持綱のあたりでも南北朝は終了してますんで、南北朝時代が終わった後もこれが残り続けるのは、あの家督をもらえない、嫡子単独相続になって家督をもらえない人たちに不満を与えないためにみんなで持ち寄ったという美談というよりも、当時大友の国を支えていったいろんな領主たちが誰をトップに据えてその大友の国、この豊後の国を守っていこうかと考えたかと考えた方、そう想定した方がスムーズに解釈できるというふうに考えています。で、そこでいよいよ登場してきたのが大友持直という人物が登場してきます。で、今日このもう一つはこの大友持直と姫竹合戦。この姫竹というのがですね、臼杵と津久見の県境、市の境にありまして、標高602メートルやかな、標高のある山で、写真小さくて申し訳ない、真ん中、その次の2ページに載っけてるんですけど、この川というか、この川沿いの向こうの奥に見える、一番奥にずっとフラットに見える山が、これだいたい姫竹と呼ばれる、かなり大きな山になります。で、この姫竹合戦って、結構室町時代の大友の中で有名な話なんですけど、それについて今からちょっと説明をさせていただければと思います。では、大友持直と姫竹合戦の方に入ります。まず大友持直とかいつ家督をもらったのかというと、これ応永30年1423年です。で、その時家督っていうのは当時幕府から認めてもらうんですね。これ読んでみましょう。文語、筑後、両国、守護式のこと。大友って文語だけじゃなくて、当時早い段階から筑後、今の福岡県の久留米とかあの辺り一帯はやっぱ大友の支配下です。文語の国と筑後の国です。で、逆に今の宇佐とか中津、あくは武前の国で、武前はずっと大友宗麟の頃までは全部大内です。山口県の大内市っていうのが全部持ってます。大友氏の国じゃないんですね。そこは一応分かっておいてください。これその後の後半の話で言いますんで。で、文後、筑後、両国、守護式のことと、大友八郎持直に武任するところなり、手へりと。で、早く先例を守り、沙汰致すべくの上、九段のごとしということで、顔を変えて、これ足利義持、ですね、多分義持になります。義持から、
出した大友持直宛ての、袖藩の、未行書という形になります。でこれによって大友持直は豊後と筑後の両方の国の治める権利を手に入れます。で豊後の守護として、まあ、豊後に元を置いたら守護として活躍を始めるんですけど、その中でいよいよ大内との対立が始まっていきます。それがいよいよ2ページに入っていきますが、2ページにこれ大内森春、これ大内森美という言い方もあります。どっちでも読んでもいいと思います。大内森春との対立ということで、当時山口県で豊前の国の守護を持っていて筑前の国の、まあ、守護を持っていた大内氏、周防長門、今の山口ですね、周防や長門、それから豊前筑前、そういったかなり大きな西日本一帯かなり広く力を持っていた大内の跡取りとして大内森春というのが誕生します。で彼が周防長門の守護大名の大内森春が筑前の国の幕府御領所代官、つまり幕府が持っている土地の代官、幕府のまあ命令権者として誕生すると。となってくると筑前の国の中でのいろんな所領をめぐって、大友も筑前持ってます、大友氏も筑前持ってるんですけど、その筑前の所領をめぐって大友氏との対立をだんだん始めていくんです。でどこが具体的に対立の場所になったかと、筑前というのは福岡県ですね。で福岡県のあたりで、まあ、一番当時の武士が一番手に入れたかった場所ってどこか分かりますか？それ博多ですね。なぜ博多なのかと、これはもう僕よりも影さんという方が非常によく研究されてますけど、なぜ博多なのか、なぜ博多を手に入れたいと思いますか？そうですね、貿易です。当時の貿易の拠点は博多で行われています。これは何年か前に大河ドラマ非常に人気なかったですけど、平清盛がありました。僕は好きで見てたんですけど、平清盛でも何度も取り上げたと思いますけど、博多という場所、あれは平安時代からずっと貿易の拠点なんですね。中国との貿易拠点、もっと古くから言えば遣唐使などなんかも、遣唐使なども瀬戸内海を経由して博多を経由して博多から中国の方に向かっていくんです。博多から朝鮮半島に渡る経路もあったんですけど、朝鮮半島と日本の関係が悪化する、まあ、今はそうかどうか分かりませんけど、悪化した段階で朝鮮半島を経由せずに今度南方、今度そっちから今度九州のこう熊本の方から南に下っていって、鹿児島から今度さらに東南アジアの近海を通って中国の方に入っていく、できれば朝鮮半島を避けて通ろうとする南路と南航路と、北路と南路ってあるんですけど、南路を通るようになる。でそういった、動きを通るようになる。ずっと博多っていうのはある程度日本国の貿易の一つの拠点だったんです。でその拠点をじゃあ誰が手に入れるかと、貿易拠点を手に入れれば当然のようにそこで落ちるお金ってあります。税で取り立てることができるんです。商いをするから、その商いに関しての税を取ろうとする、そこの物品の税の収入をめぐっての対立なんです。当時博多は誰が治めていたかというと、大友と商人なんです。いわゆる、南北朝、元寇蒙古襲来の頃から、要するに大友氏っていうのは博多にだんだん勢力を張っていって、当時の九州を治める権利をある程度持っていた商人、太宰の商人氏という、武藤氏という名前なんですけど、太宰の商人っていう官人を手に入れて商人という名前を変えていきます。その商人という人物と大友が基本的に博多を西と東で区分して持ってた。でそれをやっぱ面白くないの大内、大内はやっぱその博多を手に入れたい、全部一括して自分のものにしたい、幕府御領所としてここは俺のもんだとしたい。でそういった中で小競り合いが起きて、結局、大友持直と商人の対立が表面化します。大友持直と大内の対立が表面化する。でその結果、そこはまた資料にも戻りますけど、永享3年に筑前の国の伊都庄の戦いで大内森春は戦死します。大友に敗れます。その前に大内が商人を破って勢いづいて出てきたら大友にやられたという形になる。でこれを受けて室町幕府の将軍は激怒します。当時足利義教といって、室町幕府の摂政公と呼ばれるぐらいで、自分の力を誇示するために、誰か彼かを殺すんですね。その守護の、将軍のもと守護大名の誰かに因縁つけては、あいつを抹殺しろ、あいつを倒せっていう命令ばっかり出す。まあ、ちょっと余談ですけど、なぜ彼がそんな動きしたかというのは、この足利義教っていうのはくじ引き将軍と言われてる。ひどい話です。室町幕府の将軍というのはどうやって決まるかというと、足利義教の代の時にはもうすでにその上の代、義満までなんです、力があったの。そこからとは力がどんどん将軍なくなってきて、じゃあどうなったかと。
義則の前の将軍が後継ぎを決めずにポクッと死んじゃったんです。だから問題、じゃあ後継ぎどうするかと。でそこで行われたのは何かと、これあれなんですよ、一国の将軍ですよ。武士の統領を決めるのは一族みんなより集まってくじ引いたんです。本当です、本当です、これは本当なんです。くじを引いたんです。でくじをみんなで 5,6 人で引き合って、全将軍の血を受けてる者がみんな集まってくじ引き合ったら義則が当たった、ラッキーと。で義則って前元はあのだってお坊さんになってる、これまたちょっと話しますけど、要するに一族で単独相続になって相続できなかった人はどこに行くか、坊さんになるんですね。だって大きなお寺建ててあげます、お坊さんにする。なぜお坊さんにするか、今お坊さんってあれですけど、皆さん結婚されて子供もいますけど、昔お坊さんになったら、いわゆる織田信長の全一生懸命戦った一向宗ですね、浄土真宗のお坊さん以外のお坊さんは原則結婚しません。いわゆる結婚して性行為を行うというのは不浄のことなんで、それをしないと立ってるんですね。でだからお坊さんにしてしまえば何がいいかというと、後継ぎ作れない。要するにそいつ一代だけお寺で養ってくれと、お寺に土地を寄進するからそこでお寺のリーダーにおさせてくれと、それ一代でそいつがちゃんと、あ、なんとか、昔のお寺のお坊さんっていうのはやっぱ今でもそうですけど、お寺のお坊さんっていうのは学識があってそれなりの権限を持ってる、博学で彼に頼ろうと、いろんな意見だから、いろんな政治的な発言権も持っている立場で一代で置いてあげるんです。だからその人は結婚できないから後作れないし、その場で倒れたらまた今度次の代の弟かなんとかをまたお前ここのお坊さんの後に行けと、だからそこでまた終わってくれるという形で非常に手よく行くわけで、足利義教も当時お坊さんに入れられてたんで、もう自分に後はないと思ったけど、くじで将軍になれちゃったと。で将軍になったのはいいけど力が欲しいわけです。だから自分がくじ引き将軍だからってバカにされたくないから、じゃあ逆に何するかというと、この守護大名の中でどうも自分に反抗しそうなやつを見つけては因縁をつけて兵隊派遣して潰しまくるんです。だから摂政公望と言われて、何か機嫌が悪いとすぐ殺すと言われて、何か勘に触るとガッと怒ってぶった切るということをやらかすと、摂政公望という資料が載ってるんですけど、そういうふうに言われてる彼が、要するに自分と仲の良かった大内盛春が倒された、仲がいいからお前筑前の代官にしちゃうわみたいな感じになった、そういった人事で、でその中で結局大内盛春が倒された。で義則は怒って、もう許さんということで、大友持直の所領を全部没収して、家督を大友家から没収するわけいかんから、一族の近綱に譲れと、持直から取り上げて13代の近綱に譲ってしまえという命令を出すんです。でところがです、ところが大友持直というのは、彼結構面白いんですけど、朝鮮にもその当時使いを出したりして、博多の実権は俺が持ってるんだと、朝鮮の使者にそういった使いを勝手に出すぐらい力を誇示しているという記録も残っています。大友船という船を出したりして、それ影図書さんというのがよく明らかにされてるんですけど、その中で船を出して大友の実権を持って、私が博多の支配者だみたいなことを言うぐらい力を持ってるから、じゃあどうなるかと、将軍がなんぼこれやれって言ったら、黒人もみんな持ち直を支持してるわけです。大友持ち直を支持して嫌だということを聞かないんです。で怒った将軍はどうするかというと、いよいよ大内に討伐命令を下すんです。それが永享5年で、いよいよそこから姫岳に入っていくんですけど、永享5年の段階で大内持代と大友近綱、将軍からお前家督だと言われた大友近綱が、豊後府中の大友持直、今の大分市にいた大友持直を攻撃しかけます。で攻撃されてくるんで、ちょっとやばいなということで、一瞬大友持直行方知れずということで行方不明になって逃げたんです。でところが大友持直は今度一挙に、大友持直を誰を担ぎ出したかというと、そこで、資料を見ていただきたいんですが、自分に家督を譲ってくれた大友近綱、大友持直と今敵対している大友近綱のお父さんです。そのお父さんを担ぎ出して近綱と一緒に出てきて帰国してくるんです。でいや俺がやっぱ大友の正統だろうということで帰国すると、一挙に唐と大友近綱は耐えきれなくなって、豊前に逃亡すると。で、大友持直は同時に、近綱とも一緒に動いてるんで、黒人全体のすごい評価が高い。豊後国内の黒人が大友持直に大体味方するんです。だから大友軍というのはかなり力を持ってくる。で、その結果、大友持直は、その黒人軍団を引き連れて、永享6年以降、今度、筑前や筑後を転戦して、そこにいる大内方を全部撃破しまくります。でその報告を受けた将軍は、今度いよいよもうしょうがないと、今度南の島津氏に命令を出して、島津が南から北上しろと、
で大内が北から下ると。で豊後の方の大友持綱を両方から挟み撃ちにしろという命令を出すんですけど、島津はなかなか動きません。でとうとう、まあ、いよいよ豊後の国に大軍が来ることを大体になってきまして、その結果、大友持綱は豊後国内の多くの武士たちを組織して、姫武に籠城してしまう。これが姫武合戦ですね。で、ここで余談なんですが、一個だけ伝えておくと、この、1430年代というのがですね、1430年から1450年ぐらい、次回今度大友総理の時に、大分の府内の方で説明があって、話出ると思います。これまた言うと大田市の人にいられるんですけど、あの大友宗麟でいろいろ大田市盛り上げているみたいですけど、実際のところ私は文献って古文書で見るんですけど、古文書とかいろんな資料を見る限り大友宗麟ほとんど府内にはいません。はっきり言ってしまって、現在の府内の町がいつ頃築かれたかというと、文献的いわゆるこの古文書で見る限りいたら、この1450年代15世紀ですね、1430年代から50年代この前ある人の発表を聞いたら、1450年代ぐらいの大きな堀の跡っていうのがどんどん大分の府内の町の中に出るって言うんです。だから要するにそんな堀を作るのはなぜかと。でそれは考古学の人でその話をしてて、まあ、私が思ったのは、この時に大軍が豊後府内にやってきて大友持綱と争おうとする。で大友持綱は姫岳に逃げる。で大軍はどこにいるかというと、資料が残っているのが満寿寺近辺に駐屯するってあるんです。だから今度皆さん方が大友の歴史体験学習館に行かれると思います。でそこがまさに満寿寺跡なんです。その近辺に、一番近い軍隊がみんな駐屯していきますんで、当然堀を巡らしたような、構造物を作って、そこの中で駐屯して大友持綱との戦いに備えていったという可能性もありますし、当時この大友の中でここから持綱から後でこの後出てきますけど、正親義介という親子隊です。これも1400年代の後半の話なんで、この時代かもしれないんですけど、府内の中は非常に混乱してます。で、こういった時代の中のものは多分出ます。で、大友宗麟の時代というのは基本的に宗麟自体は、次回今度私の方でまたお話いつかあればさせていただけるんですけど、大友宗麟自体は早い時期にあっという間に薄木に行ってしまいます。で従来はその息子の吉宗が府内に残ってたという人もいたんですけど、いろんな資料を見ると吉宗も一緒に臼杵に行ってる。全部臼杵で指揮取ってる。でその後どうなるかと、府内は自治都市ですね。逆に言うと町衆が治める完全な自治都市と化していくかなというふうに私は思っています。そのような状況が展開できる。で、まあ、ちょっと話それたんですけど、そういった中で、まあ姫岳にこもる。でこれは姫岳こもってですね、営業7年からこもって約1年近く持ちこたえる。なぜそんなことできるかって、幕府の大軍も来るけど持ちこたえる。これはひとえにこの黒人が黒人集団が団結してるわけです。大友持綱を支えてるわけです。大友持綱に命を聞いて姫武に籠城してるグループってすごい数多いんです。当時の文献資料で姫武着刀状というのがあって、まあ、何十人という武士の名前が載ります。で大体武士の名前が載る、そこに名前が載る武士っていうのは大体家来衆と連れているわけです。今見たら分かると思いますけど、黒田官兵衛って言って、黒田義高の時代にいつも側近で、早見向こうに道がやってるの森太平ですね。これここに非常に影響がある人です。ご存知かと思いますけど、大友義宗と最後黒田助水が戦った時に、最後大友義宗に降伏勧告をしに来るのがあの森太平です。早見向こう道が演じて、どう演じるかどうかって、まあ、それがあのシーンで出るかどうかも分かりませんけれども、まあ、森太平で、そういった栗山善助とか井上黒右衛門、あこれの側近集団もいて、あれにまた家臣団がつながるわけです。だから名前が出てるレベルっていうのに大体、まあ、5人から10人以上、多いとか20人ぐらいのそこに名前の出ない一族衆とか家臣衆がいるわけですね。でそのだけの数えても何千人という兵隊が当時、姫武の中に集まっていたというふうに想定されます。でそれとの、まあ、攻防戦を繰り広げていくんです。でその結果最終的に結局、まあ、永久8年にはとうとう幕府軍がもっと大軍を派遣して姫武を包囲することによって姫武は落城します。そして大友持綱は逃亡してしまうという事態になっていくわけです。でその後、まあ、大友氏としてはどのように、展開していくのかという話なんですが、まず、戦国大名の道、休憩を途中入れますが、その最初の正親義介の不死の対立まで行ってちょっと休憩入れたいと思いますが、この正親義介というのは、経図で見てください。
大友持直の後、近綱近重というふうにきます。でいよいよ近重からあと再度家督の一本化を狙うんです。近重はとうとう自分の、近重の方から家督をですね、正親の方に譲るわけです。でこの正親は即座に数年後自分の家督を義助に譲る。つまり一族に譲れなくて自分の子供にちゃんと正当に譲っていくぞという姿勢を見せちゃうんです。でなぜそんなことできたのかというと、それ書いてますけど、正親が家督を成立させる。正親の父は15代の近重で、お母さんが14代の近隆の娘なんです。だから大友近隆としては依存がありませんと、近隆系に譲らなくていいですよということで、自分の娘の子供、大友近隆14代、持直の弟です。持直の弟は、近隆は自分としてはもうこの一族は結構ですと、自分の孫である正親が家督を取ればそれで構いませんということで、家督の一本化を了承したわけです。で、これをもってこの長かった大友の領統設立というのが終了したと考えられます。でこの領統設立が終了後、じゃあ誰が面白くないのかと、これ見ていただければ分かるように、近綱の子供に大乗院というのがいました。これやっぱ大乗院というぐらいで、当然お寺に入れられてしまっているわけです。家督の望みを絶たれた大乗院というのがいたんですね。で大乗院宗師は13代近綱の6男だったんです。上にお兄さんたちもいっぱいいても、6男だから生まれた時からもうお前いいわということで、当初は大聖寺というお寺に入れられて、お前でもこのお寺でちゃんと家督、俺が死んだ後俺の菩提弔えよと、その代わりお前が一生食っていける分の土地とあれは全部渡しとくからなということを言われてた。でところがお兄さんたちもボクボク次々亡くなってしまってて、で家督が正親義助と一本化されたことに、この近綱系の後を継ぐ大乗院面白くないわけです。なんとかしてやりてえというふうに願うわけですね。でその正親と義助が一本化して大友が力つけていくことをやっぱ面白くない外部の大名がいた。やっぱ大内なんです。やっぱ筑前欲しいわけですよ。大友倒れてしまえば筑前手に入るわけですよ。大友まだ筑前持ってますから、沖縄浜を。その段階でじゃあ大友を画策しちゃれということで、大内と共に手を握って、大友正親と義助っていうのはちょっと親子喧嘩で対立した瞬間を狙って争いを起こさせるんです。これはちょっと年表風に作りました。3番目、文明16年に大友正親が家督を義助に譲るけれども、やっぱりちょっと親子でうまくいかない。でそれにつけ込んで大乗院がいろいろやることによって、大友義助は正親の奥さんが大内から嫁に来てるんです。仲悪いけど一応こう政略的にお互い奥さん同士を交換することによって、娘をこう嫁に出すことによって、一応敵対をある程度な、和平工作ですね、和平工作でそういうことをやってる。で母の実家の大内を頼って、府中から山口に義助が逃亡してしまう。で結局正親は自分の子供に何とか戻ってきてほしいから、いろいろ案を提案します。でその結果和解が成立して、義助がお父さんと分かりましたと、親子喧嘩やめますということで豊後に帰国してくるんです。でところが今度大乗院がまた、いや義助お前やっぱお父さんお前のことを面白く思ってないでと、いろんなことを耳打ちするわけですよ。でその結果義助は再度正親と対立して、この佐伯方面に逃亡してしまうという事件が発生する。で今度佐伯方面で結局この中も黒人衆が割れてしまうんです。中で大乗院とかと一緒に組んで義助を盛り立てていこうというグループと、正親の言うことをずっと聞いて大友家をなんとかというグループに2つに完全に分派してしまう。でその結果この黒人衆が割れたことによって、正親派と義助派の対立が確定的になりまして、大友義助は今度府中の大友正親を攻め込みます。でその結果正親は九谷を経由して臼杵に潜伏したの。臼杵に行ってるんです。どうもその資料が出てます。でここに資料書いてますけど、いよいよその臼杵から正親このままじゃダメだということで、逃亡しようと、筑前の博多の方に行っちゃおうというふうに心がけた。でその時に何が起こるかというと、資料を見ます。明応5年、大友豊前守殿様御子ご、御子息親子の御仲ご不快なりということで記録が残っています。で一つ、首里大夫義助様は4月よりご病気にて5月27日死去。
これ正親が毒殺したという噂を誠しやかに流すんです。大友正親が息子に何か毒を持っただろうと、薄木から何かいろんな指示を出して毒を漏らしたと。でその結果正親としてはいやこれ違うだろうと、まあ、とりあえず一旦避難しようということで、豊前の国正親様、豊後の国薄木御座候と薄木にいましたと。でかの薄木より5月13日義助死ぬ前にちょっと危ねえなと感じて、御船召され候来てと船を、準備して、筑前に忍びて御座候、筑前に密かに行こうとして、でそれが赤間ヶ関にて杉信濃の神止め申し候、大内の家臣の杉がいきなりもう見張ってて赤間ヶ関で船を止めたんです。今の下関のところですね。そこで海上ずっと行ってる正親の船を、正親一行の船を止めて、取られてしまうと。でこの後大内の方で詮議を勝手にして義助が死んだと、これを正親お前が毒殺しただろうという話になって、正親様船木地蔵院と申す、船木地蔵院と申す寺にて生涯させられということで、正親は大内の命令を受けて長門の船木というところのお寺で、切腹させられます。結局だから5月27日に義助が病死で、6月に正親が、この後6月なんですけど、6月に正親が、下関で、自害させられる。この間大友の家督は誰もいないんです。わかりますか。6月になって大友の現在当主である義助は病死したで、前の当主であった正親は、死んでしまうと、自害させられる。大友の家督が不在の時期が一瞬生じてしまうと、これがまさに大乗院が待っていた時期ですね。で大内とともにここで大友の家督を最後取ろうとするわけです。両国地方に一勢を築くということで、大友近ある吉永伏と、さっき、正親と義助が両方倒れてどうなるんだろうと、もうこれ大乗院が来るんかなという話をしたんですけど、大乗院じゃないんですね。ここでいきなり違う人物が一挙に登場してきます。で大友近春という人物、これどんな人物かというと、正親の、まあ、お母さん違う弟で、小さい時からこれを乗ったらお坊さんになってるんです。もうお前後継げないよということで、お坊さんで肥後の国熊本の瑞光寺という寺で、居住していたと言われています。でそこであるんですけど、同じ頃正親と義助が国内で対立している時に、今の日田の地域にいた、まあ、黒人の日田近種という人物が1489年に反乱を起こします。で反乱を起こした段階で肥後の国からいきなり現れて、元族ってこれ書いてますけど、お坊さんの席を捨てて元の人間、我々の一般人の席に戻ることを元族と言います。お坊さんの席にいる間っていうのは摂政とかそういうのは禁止です。でも一般人の席に戻れば武将として戦うことができるわけです。で大友の血を継いでるということで、いきなり現れて颯爽と登場して、資料がほとんど残ってないんですけど、このあっという間に日田の黒人の、集団を反乱を鎮圧してみせます。で力を誇示し始めるんです。でそれで日田や肥後あたりをうろうろしてるんですけど、正親と義助がいきなり両方が亡くなった、これはとんでもない事態だという時に、いきなり船に現れてきます。船にいきなり登場して、大乗院に当時味方していたと言われる大友の重臣の市川氏や久民氏を、お前がやったなということで、肥後の近辺、大野の家臣団とか、大野地域の黒人衆や、日田を味方につけて、日田の地域の黒人衆を引き連れて、いきなり船にやられて、その重臣たちを成敗していくわけです。で、成敗した後、いきなり自ら家督の継承を宣言するんです。大友18代家督は私ですと。実力で家督を継承した例です。今まで誰かからの譲り受けってあったんですけど、この近春に関しては、まさに自らの力でいきなり大友の家督を名乗っていくと。で、私が正統ですということで、家督をいきなり義長に譲りたいと。家督を継承して、そうですね、2年ぐらい経って、あとすぐに室町幕府に私が持っている家督を義長に譲りますと。息子の義長に譲ると。また嫡子単独相続制ですよと。私の権利はちゃんと子供が後を継ぎますよというのを譲ろうという姿勢を見せるんです。でところがこれに関して譲ろうとするんですけど、1546年ですね、明応5年に家督を譲ろうとするんですけれども、これに関して異を唱えた人物、これが大内義興ですね。大内がいやお前違うだろう、本当は大乗院じゃねえのという形で、異を唱えるんですけれども、
比較をするんですけれども、大友正親も、大友親治もしたたかで、室町幕府の中でも当時意見が割れてます。当然皆さん分かってる応仁の乱というのは室町幕府の将軍の対立問題ですね。足利義満と、それから足利義政で、そういった対立関係の中で起こっていく中で、その対立の中で、当然足利の将軍家も兄弟一族乱れて、誰が将軍継ぐのかと対立あってますから、大内がつく足利の一族とは違う足利氏を大友親治は味方につけて、違う形で権利を手に入れていこうとします。だから大内の義興は異議を唱えるんですけど、それは失敗に終わってしまう。で、結局大乗院の擁立っていうのは叶わない状態でいくわけですね。で、大乗院実はまだこの後まだまだ出てきますからね。まだ一旦ここでまた諦めて、鳴りを潜めてしまうんですけど、その結果、幕府も分かったということで、文亀元年1501年には正式に、義長への家督継承が承認されるということになります。で、親治はとっとと隠居して、自分として、後見人として支配権の強化を図っていきます。要するにこれは大体よく行われる手なんですね。徳川家康が将軍に1603年になって、2年か3年経った時にはもうすでに、秀忠に家督を譲ります。で、自分は大御所として力を蓄えて、命をめかじめしていくと。で、このやり方のもう前です。はるか前に大友親治は同じように、自分が後見人として息子に政治を行わせながら自分が背後で力をつけてめかじめを行っていっていると。で、その親治の意向を受けた上で大友義長という人物、これも面白いんですけど、大友氏で初めて規範、法律を作ります。で、どんな法律作ったかというのを下にちょっと入れておりますけど書いてます。大友義長上条ことがきというのがあります。これ永正12年1515年ですねの12月23日付で作られてますけど、17条と追加法8条から成立します。で、これ何書いてるかと、これ年寄り衆、これが出てくるのが大体出てきますんで、この頃大友の中の政治体制が出来上がると。要するに大友のトップがどうやって意思決定を行っているのかというと、総領がいたらこのもとに年寄りというのが出てきます。年寄り衆が、これがまあ政治の中心なんです。この二人、これの集団で意見を決めて、ここから命令が降りていくと。まあ、大友が最終決定権を持つんですけど、トップが最終決定権を持つけど、この年寄り衆、いわゆる江戸時代で言ったら、この老中とか、ご家老様と呼ばれる集団です。で、これには何がなっているかというと、これが有力国人で出来上がっている。有力国人が、文後の国の中、大友が支配する地域の有力な、まあ、武士たちがここに集まって、そこで衆議を重ねて決定していく。だから要するに大友がたった一人で単独で意見を決めるわけではなくて、大友のリーダーが一人で意見を決めるわけで、みんなの意見を吸収してますよという姿を見せる。それぞれなぜそういうことをするかというと、有力国人というのはそれぞれ、まあ、面的に書くと、これ一国全体の支配権が大友にあるとします。だからこの地域には A という黒人が治める地域がある。で、ここには B という黒人が治める地域がある。それぞれこう全部黒人が治めて、あと大友の直轄領というのがある。ですからその地域地域、例えば大野の方で行くと、そこら辺には仁田氏とか、まあこれで、まあ一回一族潰れたのは九谷氏が出てくる。で、国崎方面で行くと田原氏という、で、まあ、大野の方で行くと、あと志賀氏とか、そういった地域の有力黒人衆、一族衆がいて、彼らが集まって、年寄り衆というのを形成していく。で、地域にいれば彼らも殿様なんです。で、もっと大きいところも殿様に大友がいるという考え方。そういったシステムになっている。で、だから、彼らの意見を聞くことによって、その地域地域の実情がちゃんとわかるし、この地域ではこうしなさい、ああしなさいという指示が出せると。で、そのような年寄り衆というのが書いてて、まあ、結構これ面白いから出したんですけど、年寄り衆常に在宅しかるべからず候と、お前常にいつも家にいちゃいかんよと、常にずっと家にいるとか、年寄り衆じゃもともとここに自分の地元にいるんですけど、ここに書いてますけど、式日にいたりては、要するに会議がある日にはちゃんと府内に参集しろと、大分市の文豪府内の大友館の近くに来いと。だいたいやってきたときに、その地域に家臣団の中で住居があてがわれているか、もしくは想像すると、大友の、一帯にある巨大な寺院群ですね、万寿寺とか、
照明とかいろんなお寺がありますけれども、そういった寺の部分がその出てきた時の宿泊施設になっている可能性がある。で出てこいということを言って、でここ書いてますけど、式日は懈怠なく相談あるべきのこと、ちゃんとサボらずに話をしなさいと。常に自分の地元にいるとか自分のどっかにいて会議サボるんじゃなくて、会議がある日はちゃんと出てきて、一生懸命相談して内容を決定しなさいということを命じています。で、ここから四つ以前出頭と、これ四つって何ですか？十時ですね。十時までにはちゃんと出てこいと。で、これ七つ以降帰れと。十時には出てきて七つですから、これ十六時。十時に出社して四時まではちゃんと仕事をしなさいと。で、四時から帰れと。まあ結構いい話だなと。十時に出てきて四時に帰っていいんだったらいいな。だいたい今7時半ぐらいに出てきて、夜8時ぐらいに家に職場を出るという生活をしてますから、まあ学校に比べるんですけどね、学校時代って7時ぐらいに生徒がみんな来るから、進学校とかになると7時ぐらいから朝子どもたち出して早朝講座の準備とか早朝やってますから、7時ぐらいには学校にいて、生徒がみんな7時過ぎたら帰しますから、そこから戸締まりとかして7時に学校にいて7時半ぐらいに学校出ると。で、大分から木月高校にいたんですけど、木月に通ってましたんで、だいたい一日ほとんど学校にいたという時代があるんですけど、まあ彼らを見てると、まあ10時に出てきて、で4時まで仕事して帰れということを言われているということです。で、もう一つまた面白い内容が書いてて、これ何かなと思ってみたら、キューバの道は申すに及ばず。ですから武士なんで、まあいわゆる弓とか馬とか、日頃の戦の稽古はちゃんとやるな。で、それ以外にもちゃんとこれやりなさいって書いてある。文学、つまりいわゆる古典ですね。いわゆる日本の古典とか、いわゆる中国の文学作品、中国の漢文学、そういったのもちゃんと習いなさい。孫子とかなんとか、今黒田官兵衛が小さい時やってたのも孫子の兵法とか、そういうのもちょうど勉強しなさい。で、華道、これ結構歌ですね、和歌を勉強した。あとこれと蹴鞠以下を差し置き、蹴鞠なんかを差し置いて、これのをやらないで狩り鷹野をもっぱらとすること、甚だ持ってその駅なきことと。つまりキューバの道は当然なんだけれども、それ以外に鷹狩りばっかりやってちゃいけないんだと。ちゃんと、まあ、教養としての学問、歌とか、古典文学や、あとは、まあ、貴族のたしなみである蹴鞠ですね。ちなみにそこ、蹴鞠の鞠場の絵、ちょっと見づらくて申し訳ないけど、書いてます。ちょうど今、ワールドカップやってるんでいいかなと思ったんですけど、蹴鞠ってこれ、1チームが4人から、大体4人から8人で形成されます。で、何してるかというと、いわゆるそのサッカーでいうリフティングっていうか、球をこう落とさずにこう蹴り続けるんですけど、蹴鞠も鹿の皮で作った大体30センチぐらいのこの鞠のあるんですけど、その鞠のこう皮をこう蹴り上げるんですね。蹴り上げて、ありやおうつって蹴り上げて、向こうの人が落とさずに返していく。これをずっと何回も続けることが伝統芸能として美しいと言われています。で、それぞれ木が4つ植えてて、これ鞠場って言うんですけど、柳の木や楓の木や松とか桜の木を必ず植えてる。で、その中で行いなさいという、まあ、ゲームですね。で、貴族のゲームなんですけど、これやります。で、これを一番得意とした大友歴代がいるんですけど、それはまた次回話しますが、総理ですね。総理は鞠が好きかと言われて、将軍に言われて好きですということは、彼名人ですと言われてるぐらいで、鞠名人だったというふうに言われてます。で、これは大友義長が出した上状で、総理のおじいさんになるんですけど、何で出したかというと、公儀の忠節や実者の尊厳が公のことを書いている。であと、近ある夫妻、大友義長が自分の息子である義明、総理のお父さんに対しては、おじいちゃん、お前のおじいちゃんである千原に対してはちゃんと恋をしなさいよと。で、年寄り衆の出資など一般的なことを書いて、で、最後のこの最後、資料を載っけた文学家道蹴鞠への精進、狩り鷹の禁止ということがある。で、これ、なぜこんなこと言うかと、大友義明はもう狩りが大好きです。狭間の方に武士なんかに何度も手紙出して、今度狩りするから施工を出せとか、今度狩りするから、今度どこどこで狩りするから獲物準備しろとか言って、しょっちゅう狩りをやりたがります。狩りするってことは、それはお金かさえますし、みんなも疲弊するんで、定期的な狩りは軍事訓練でいいんですけど、大友義明はしょっちゅう鷹狩りやっていたという話が大体伝わっているという。で、このような形である程度の両国支配の位置づけを築いた中で登場してきたのが、宗麟の父の義明です。で、義明は家督を継承した後に、何するかというと、まず、ここから出てくるのが、それぞれ、九谷近光の乱、その後書いてます、大賀近照の乱、佐伯惟晴の乱、大きな乱があります。これ全部何かと。九谷近光っていうのは、大友の鞄衆。この、年寄り衆、後鞄衆って名前変えるんですけど、この重臣の一人が謀反を起こした。これも事前に察知して取り押さえてしまうんですけど、
そういうことをやってしまう。で、これは、書いてますけど、大友家カバン州の反乱で、乱の計画はどうなったかと。久田光光が反乱を起こして、大友義明を倒して、大乗院宗信様を連れてきて、大友の家督に据えようと。最後、ここまでやっぱり生き延びてるの、大乗院宗信。で、企画立案は誰がしたんかと。田原親信。大友の一族です。国崎半島の、やっぱこれも、カバン州に準じる扱いを受けている。田原氏。で、直入から久田光光が攻めてきて、国崎から田原親信が攻めて、雨部から佐伯氏が攻め上ってこいと。で、やるぞって言ったんですけど、事前に察知されて、まだ大友義明、家督を継いで若かったんで、誰かと。近春ですね。さすがと思いますけど、おじいさん近春がまたここでも乗り出してきて、出馬して、あっという間に乱を平定します。挙兵する前に、久田光、それから田原の方に先制を与えます。で、田原は潰されることなく、この後も生き延びていくんですけど、潰すことはできないぐらい巨大な権力、田原持ってます、当時。田原とはうまくやっていかなきゃいけない。大友総理の時代に、最後田原と争いますけど、基本的には田原と志賀。で、ベッキー、吉弘。ここら辺のグループは、やっぱ大友家としても対立、大友家に並び称せるぐらいのかなり巨大な権力を持っている。ただ大友家に忠誠を忠誠を尽くしなさいということで、大友が契約関係を結んでいく。で、だから重臣として扱われながら、大友総理に仕えていくという形を取っていくんですけど、まあ、吉明の代にある程度の宣誓を行っていくと。で、久田光光の乱で久田を逃亡させることによって、大友の権力はある程度力がアップします。で、代わりに田原は潰さない代わりに仕えなさいという形で、近春が抑えを利かしていく。で、大友義明、総理の父が力を持ってきた段階で、いよいよ両国の最後の平定段階に入っていきます。でなってきたら、この有力在地領主、いわゆる有力国人ですね。残った有力国人で、自分に歯向かえそうなものを次々と倒し始めるんです。で、そこでまず、やり玉に上がったのが、大賀親照事件ということで、これも実は裏で田原親信が画策して、田原親信が大賀親照を動かして、謀反を起こさせようとする。で、それを事前に察知した大友義明、総理の父は、府内の雷郷寺に、大賀親照、これ、大賀っていうところで名前から分かるように、あの大賀ですね、早見の方の一帯を治めていた有力在地領主です。彼を府内においでって呼びつけて、雷郷寺に、押し込めて、そこで兵隊で打ち取ります。で、早見の方は結局、大賀氏っていうのがこれで打ち取られたことによって、早見群衆みたいな感じで、大賀氏、上がないんです。この部分が消えて、この下にある小さな領主層を直接大友が治めていくと。早見群衆支配という形で、早見軍の周知を支配していくというやり方をしていきます。で、続いて、次の目標に来るのは佐伯ですね。やはり、久田光光の乱にどうも賛成したような人間だということで、目をつけた大友義明は、佐伯氏が寄っている戸隠城を、臼杵氏等に命じて包囲してやります。ただ、戸隠って言ったことありますか、弥生と佐伯の県境のところにあるんですけど、すごい巨大です。以前、調査で昔、山に登ったこともありますけど、佐伯の方が連れて行ってくれて、朝の、8時から登りましょう。朝の8時にまんまと行ってしまった私と、当時、私と同僚であった、いずれ皆さんとも話されると思いますけど、先手資料館長の佐藤昭弘という2人で行って、8時ぐらいから行って、何も考えずに初めて山登ったんで、あまり考えてなかったら、下山できたのが3時半で、その後、その時に、水も、食べ物も一切持たずに山に登って、なんてひでえ目にあったんだという記憶しか残らなかったんですけど、それでもその戸隠全部回ってないんですよね。で、その地元の方が非常に親切な方で、戸隠城に残っている堀跡とかを全部案内します。いや、もう全部いいんだけどと思ったんだけど、どうもありがとうございますと言いながら、延々と朝8時から3時過ぎまで山の中をこう歩いていたという記憶だけあるんですけど、それでも全部完全には回れてないぐらい巨大な城です。山城です。で、この山城を包囲して結局落とせないんです。で、だから臼杵が一計を案じて和睦しましょうと。和睦して、しばらく大友義明の怒りが収まるまで、あんた一回ちょっと日向の方に行っていなさいよと。ちゃんと案内しますからということで、佐伯を下ろして、そこから向こうに連れていくんです。で、日向に連れていく途中でいきなり兵隊に吸収させて佐伯を討ち取ると。で、その後の佐伯はどうしたかというと、佐伯氏まだ残ります。佐伯には大友義明の一族を養子で入れるんです。
大友の血のつながったものを養子で送り込んで、お前最強を名乗れと。その代わり俺の命令を受けなさいという形で養子作戦を行っていくんです。養子縁組を使って最近の違うものとこう組み合わせてやっていくんですね。でそのようなことをずっと行っていく。で結局全体的に文豪の領主層をある程度平らげて、大友義明は今度資料を出します。でそこが出されたのがいよいよ4ページ目に入れますけど、上場事書きと、お父さんの義長に習って自分も条文作るんです。でここは新たに義長の上場に今度具体的に領国支配、戦国大名としてどのようにして国を治めていくかということを書き込んでいます。でこれ結構まあまあと思う、2個だけ取り上げましたけど、諸沙汰雑務と、たとえ老中といえども、この家番衆といったり年寄りといったり老中とかっていろいろんですけどね、老臣とも言ったりするんですけど、たとえ老中といえども一人の日を叱るべからずと、一人でその案件を解決してはいけませんと。権力持ってるお前といえども案件が上がってきたら勝手に一人で抱え込んで一人で判決を出してはいけない。なぜしなさいかというと、ことに内儀落着は、これあるべからずのことと、みんなで相談しなさいと。結局一人だけの意見で一人だけの判断で決めてしまうことの危険性を言うわけです。全員に披露した上でこれが間違いないかと、全員での協議の上でこれを決定づけていきなさいと、ということを必ず命じてます。意外とまあ現在にも通じるいいことを言ってんだなということを思いました。でもう一つ、これがあの戦国時代の大友の結構面白い内容なんですけど、諸々の白ごしらえをやめ、家去結構叱るべからざること、言ってもわかるんですか。それぞれの国の国人たちはそれぞれの自分の地域で城を作ったり館を持ってます。で彼らに新しく城を増築したり館を整備することを禁じるんです。なぜ禁じるか分かりますか。なぜ新しい城を整備したり館を新しく堀を巡らすことを禁じるか分かりますか。そうです、反乱を防ぐためです。もうこうなったら一国は自分が治められるもんだとだんだん考えてきたら、逆に彼らが自分のところの城を修築して大きい城を作ったり館を整備してそこにこもられたら困るわけです。だからお前たちの館や城はいいんだと、それはいいと。でこのあと城を作るあたっては大友が命令をどんどん下すようになる。重点的な地域に城ごしらえというのを大友が命じて、ここの地域の城を整備しなさいという大友が命じ始めます。要するに大友がこの一国を戦略的にどこが重点的な城、例えば外部から敵が来た時に、この後出てきますが大内が攻めてきた時にどことどこの城を押さえておかないといけないか、じゃあこの城を重点的に整備しなさいという命令が出されている。で逆に代わりにここの領主たちが勝手に自分が大友に反旗翻すためにこもるように城を整備することは禁じていくというやり方を取っていきます。でそのような法律を出した中、いよいよ大内との抗争が最終局面を迎えます。それが享禄元年、大内義興が死去して大内義隆という人物が家督を継いで、大内義隆、まだ大内義興はまだ大友といろいろやりながらもまあなんとか、うまくやっていこうとしてたんですが、大内義隆はもういよいよ自分が家督を継いだ段階で北部九州に兵を進めて豊後の方まで攻め込もうとしてくるんですね。もう完全な戦国時代で自分がいかに領域を広がるかと、大友を自分が組みしてしまえば自分の力は万全となると考えて大友に攻め込んできます。でそこで天文元年、大友義明は大内義隆に味方する宇佐郡妙見岳の、まあ、武士たちを攻撃します。なぜかと、宇佐郡というのはこれはさっきも言ったように豊前の国だ、大内の国なんです。大内の国である豊前だから当然、まあ、妙見岳っていう宇佐の妙見岳、院内の高速道路から高速道路院内から降りて宇佐の方に向かうところに左手の大きな山があります。それが妙見岳なんですけど、その妙見岳の諸士を攻撃して大友の味方につけというふうに動き始めます。でいよいよ大内軍がまた兵隊をどんどん進めてくると、天文2年に早見軍のこれ金越と、そこの下にちょっと図面が出てきますけど、金越城という、一番下ちょっと見づらいんですが金越城というのがあります。これ肘の方ですね、山から肘の県境にあるんです、境にあるんですけど、この金越に白ごしらえ、金越にこもった、大内軍が襲来して諸子らを撃退します。で、まあ、白頭もやるんですけど、それともう一つは楠の角群城に白頭というのを命じます。なぜ角群かというと、楠の方から逆に楠の方から安治院内を抜けて山賀の方に来るということもできる。
で、クスの方を経由したら県南の方に降りてくるし、日田の方から筑前、筑後から回ってきたらクスを経由しないと豊後本国に入ってこない。だからクスっていうのは要害の地で、角群というところに整備を命じて始めます。そうした中、天文3年にいよいよ、大内軍が侵攻してきます。で、大内軍が3000騎、これ騎ですね、騎。わかるか、3000人じゃないんです。3000騎っていうのは騎馬武者軍だ。騎馬が3000騎っていうのは、それかけ5倍ぐらいと言われてます。4から5で。だから1万人以上の兵隊が大体してのこと。それに対して大友は2800騎って言います。2800人じゃないですね。まあ同じように3、4倍から5倍してくれればいいんですけど、それぐらいの人数で合戦が展開されたと言います。それがそこに図面つけてますけど、この聖馬ヶ原というところで戦いが行われて、重臣の義弘氏直や、それから、相田近政らが戦死してしまうと。ただ、まあ、大内軍もそれなりの手痛い打撃を被って、双方を引き分けた状態で戻っていくんです。で、これ以降、大きな大友対大内の戦いはなくて、まあ、威嚇戦みたいなところが行われて、結局まだ豊前は大内。豊後は大友でお互いが納得し合って、天文7年の段階で、まあ、大友義昭と大内義隆は和睦します。で、その後大友の中では あまり大きな戦はこの後展開されません。で、やがてこの天文7年で、ここからあと12年後ですね、天文19年に2回崩れの変が生じて、大友宗麟がやがて家督を継承していく。で、その宗麟の段階で大友家っていうのが最大の発展を遂げていくことになります。で、それにつきましてはまた次の回で具体的に、2回崩れの変の前後から、最後大友の宗麟の終わりまでを、話をさせていただければと思っています。ちょっと最後後半駆け足になりましたが、ちょっと2分ほど遅れましたが、一応これで終了させていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。